藤田は岡山県岡山市南区にある地域である。かつての小島郡、藤田村に相当する。本校では道村についても述べる。地名は小島湾岸宅を主導した藤田伝三郎に由来する。岡山市南区役所、藤田地域センターが管轄する南区藤田が該当地域となっている。かつては小島郡、藤田村であったが、 1975年5月1日に岡山市へ編入合併された。岡山市南西部に位置し、全域が小島湾干拓地であるため平坦であり給料はない。村域を2つの二級河川に囲まれており、村域の中央に瀬尾川がある。瀬尾川の川口付近は小島湖の水面より地面が低いところがある。近年、 大気 EX、岡山など国道30号沿線のロードサイド店舗が増えつつある。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。第2区と第6区と、瀬尾川によって分けられる4つと対局に区分される。干拓地のため農業中心である日本にある、藤田村の中で、唯一、藤田村という読み方だった。他の、藤田村は、 山梨県のみ、東田村でそれ以外は、藤田村である。また、日本に存在した、藤田村の中では最後まで残った村でもあり、全国地方公共団体コード導入後も残った、唯一、藤田村であり、藤田村に限らず、藤田の名がつく最後の自治体だった。また、小島軍においては最後まで残った村でもあり、当村の合併で、小島軍は、 長崎町を残すのみとなった、藤田村に関するカテゴリー、ありがとうございます。